リトアニアは赤、ポーランドが黄色、その属国が斜線。ロシアは緑、スウェーデンは薄緑、ロシア・ポーランド戦争は17世紀初頭に、ロシアで起こった一連の戦争である。モスクワ国家が、盗乱時代と呼ばれる、無政府状態に陥り、内戦で引き裂かれた時期、ポーランド・リトアニア共和国の貴族階級である。 マグナートたちが率いる紙幣と傭兵がロシアに投進し、内戦に介入し始めた。その戦況は何度も変化した。当初、1609年まで、ポーランド・リトアニア共和国は、ロシアと公式な戦争状態になっておらず、ロシア内部の様々な武装勢力が、ポーランドや、その他の国の武装勢力を味方につけながら、相互に戦っている状態であった。 スウェーデンも大動乱に介入し、ロシアとの間でイングリア戦争を戦い、ロシアの味方に回ったり敵に回ったりした。スウェーデンがロシアに味方したことにより、スウェーデンのバーサーサーを敵視する、ポーランド・リトアニア共和国の国王ジグムント3世が、自ら軍を率いて、ロシアに侵攻し、ついには、モスクワに入場することになる。ポーランド・ロシア双方の戦争目的も、 小規模な国境争いから、ロシアの正当なツァーリを戦勝するものをポーランドが、後押しして、ロシアのツァーリに即位させようとする格策ポーランド主導で、ポーランド・リトアニアとロシアの連合国家を作ろうという、野望まで、次々と変わった。戦争は、大きく4段階に分かれる。第一段階では、ロシアのボヤーレたちの要請を受けた。 ポーランド・リトアニア共和国のシュラフタの一部が大動乱中のロシアの弱みにつけ込んで内戦に介入しようとして当時のツァーリであるボリス・ゴドゥノフやバシーリー・シュイスキーに対抗して戦勝者、ミセドミトリー一世を押し立ててロシアに侵入した。この時点ではポーランド王、ジグムント三世は公式には戦争に関わっていなかった。ポーランド勢力侵入の 第一波は1605年に始まり、1606年に、ニセドミトリー一世の死を持って終わった。ニセドミトリー二世を先頭に、ポーランドが再度ロシアへ侵入した第二段階は1607年から1609年まで続き、これに対して1609年には、ロシアのツァーリバシーリー・シュイスキーは、スウェーデンと同盟を組んだ。バーサンサのスウェーデンの介入を聞いた。 同じバーサーサのポーランド王、ジグムント三世は、スウェーデンと戦うために公式に、ロシア介入を決意し、ポーランド・リトアニア共和国はロシアに正式に、宣戦復告した。これ以後が、第三段階である。ポーランドは、スウェーデンの同盟国ロシアを弱めることで、スウェーデンから、領土の情報を得ようとしていた。大動乱、セルゲイ・バシリエビ・チーワノフが、 ニセドミトリー2世が、モスクワ近郊のトゥシノに気づいた、陣営所戦では、ポーランド・リトアニア共和国の軍は、数で勝るロシア軍に対して、クルシノの戦いで勝利し、ポーランド軍は1610年には、首都モスクワへ入場した。ジグムント3世の息子、ブワディスワフがツァーリに選出され、退官したが、直後ジグムント3世は自らロシアのツァーリになろうと。 格策した。この事態に、宗教的に穏健なブワディスワフを受け入れようとした親、ポーランド派のボヤーレたちも、疎外感を味わい、カトリックのロシア正教会に対する優位を主張する、ジグムント三世に反発した。こうして、ロシアの親ポーランド派勢力は消滅し、1611年には、戦いが再開した。 ポーランド軍は1609年から工場戦にかかっていた重要都市スモレンスクを陥落させ、スウェーデン軍がノブゴロドを陥落させるなどロシアは追い詰められ内部対立まで激化したものの、商人のクジマ・ミーニンと公爵ドミトリー・ポジャルスキーが決起を呼びかけ、彼らの結成した国民軍により1612年にモスクワはポーランド軍から解放された。 翌1613年には、ミハイル・ロマノフが、サーリに選出され、ロマノフ朝が始まった。しかし、ポーランド・リトアニア共和国側にも、ロシア側にも内憂があり、第4段階の1612年から1617年の間は、大きな戦闘は起こらなかった。1617年には、ジグムント三世は、最後のロシア征服の企てを行ったものの、失敗した。 スウェーデンは1617年に講和して、ロシアからバルト海への出口であるイングリアを奪いバルト海を取り巻くバルト帝国を完成させた。1618年には、ロシア・ポーランド間の戦争はデウリノの休戦で終結した。両国は14年半の休戦を約束した。ポーランドはスモレンスク、チェルニゴフなどの占領地をそのまま、 自国領土として確定したものの、ロシアは、ポーランドの影響から脱死独立を守ることができた。この戦いは、ロシア人の民族意識や宗教意識に大きな影響を与えた。事態収集に動いたロシア正教会の権威は高まり、ミーニンとポジャルスキーはじめ外国軍に抗戦した者たちは、英雄として称えられた。 9戦期間後、ロシアはポーランドへの戦争を再開し、1667年にはスモレンスクを回復し、後に大洪水時代のポーランドの内政混乱に介入するに至った。この戦争は様々な名で呼ばれる。一般的にはロシアポーランド戦争であり、モスクワ大公国あるいはモスクワ国家の代わりにロシアツアーリ国の国名を用いている。 ポーランド市では、この戦乱期は一般に、ディミートリ・オーディーと呼ばれ、ニセ・ドミトリー1世を擁立した、アイ・ディミートリ・アダー、ニセ・ドミトリー2世を擁立した、ツー・ディミートリ・アダー、ポーランドが正式に戦線した後の、ボイナ・ポルスコ・ロジエジェスカに分かれる。ロシア市では、この戦争は、大動乱の一部を成している。ポーランド軍との戦争は、ポーランドの侵入。 ポーランドの介入などと呼ばれ、17世紀初頭のポーランドによる介入と衝述する場合もある。ボリス・ゴドゥのフドミトリー・イバノビチ。分け領のウグリチで10歳で殺された。16世紀末から17世紀初頭にかけ、ロシアはかつてない政治的、経済的危機にあった。ツァーリー・バン4世が1584年に没し、その息子で次のツァーリとなった。 ヒョードル一世には知的障害があり子に恵まれず、イヴァン四世のもう一人の息子、ドミトリー・イヴァノビチが1591年に謎の死を遂げて、以後、様々な勢力がツァーリの位をめぐって争った。1598年、ヒョードル一世は没して、長らく続いた流陸長は断絶し、その摂政、ボリス・ゴドゥノフが、自ら全ロシアのツァーリとなった。 ボリス・ゴデノフ自身はどちらかというと恩恵で善意の政策を取ったものの、社会からの彼のツァーリとしての正当性を疑う味方や、そもそも流陸長断絶の理由となった皇太子、ドミトリーの死自体がゴデノフの手によるものではないかという疑惑がゴデノフの統治の障害となった。ゴデノフは反対勢力を支配下に置こうとしたものの、 彼らを完全に滅ぼそうとはしなかった。1600年末、ポーランド・リトアニアからの外交施設団が、リトアニア対抗国最小のレフ・サピエ派やポーランドの大貴族、スタニスワフ・バルシツキラに率いられ、モスクワに到着し、ポーランド・リトアニア共和国とモスクワ国家との同盟を提案した。もしどちらかの国の君主が後継ぎなく、死んだ場合、もう一方の国の君主が、 両国の王となるというのが彼らの提案だった。しかし、サーリのゴドゥノフは、同盟案を拒否し、リボニア戦争の休戦条約を1622年まで延長させた。ポーランド王、ジグムント三世や、共和国のマグナートたちは、自国軍が小さく、国庫は空で、戦争が一般の支持を得られないことから、ロシアへの本格的進行が不可能であることは、 よくわかっていた。しかし、ロシアの情勢が悪化の一方であることから、ジグムントやマグナートたち、特に、ロシア国境付近に、領土や兵を持つマグナートたちは、ロシアの弱体化と混乱から領地を拡大するなど、何らかの利益を得る方法を模索していた。ちょうど同じ時期、内戦状態にうんざりした、ロシアのボヤーレたちは事態を沈めるべく周囲の国の、 助けを借りることを考えていた。自らがチャーリとなるために支援を得ようとした貴族もいれば、西隣のポーランドの貴族たちの享受する、選挙王政や任院制などの黄金の自由の民主主義体制に見せられ、ポーランドの政治家の助けを借りて、ポーランドとの連合を組むことを考える貴族もいた。さらに、北隣のスウェーデンとの紐を深めようとした貴族もいたが、これが、 ヤコブデラガーディエ率いるスウェーデン軍のロシアへの導入と彼らとロシアとの戦争を招くこととなる。今後のロシアについてポーランド・リトアニアと連合を組むべきだという意見のシズ者はポーランドとリトアニアが制度的な連合を組んだルブリン合同と同じような連合を考えていた。彼らの構想ではポーランド・リトアニア連合共和国とロシアは 外交と軍事を共通化し、ロシア貴族にも住みたい場所に住む権利や土地資産を買う、権利を与え、交易や交通の障壁を取り除き、単一通貨を導入し、ロシアにおける宗教の寛用化を進め、ボヤーレの子供たちを、教育やアカデミーの発達したポーランドへ送るという、将来が描かれていた。しかし、こうした一方的な政策は、ロシアの人々に支持されなかった。 多くのボヤーレがカトリック教会が優勢なポーランド・リトアニアと連合を組めばロシア正教会の伝統が危機に瀕すると考えロシアの文化を脅かすあらゆることに反対した特に通婚やポーランドへの指定派遣はポーランドの支配下に置かれた旧リトアニア領のルテニア地方で正教会を奉じていたルテニア貴族たちが次第にポーランドか カトリック化する事態を招いていたため警戒された。これは、ボヤーレたちの間におけるコスモポリタニズムと、ロシアナショナリズムの対立だったと言える。ポーランドで描かれたニセドミトリー一世の、肖像ロシアでは1601年から1603年まで、ロシア史でも最悪級の強削と金が起こり、人口の3分の1にあたる200万人が死亡したと、される。 農村では大量の餓死者が出て難民が押し寄せた首都モスクワでもこの2年半の飢金の間に12万人以上が埋葬された。ロシアの社会は飢金によって崩壊の危機に瀕した。一方、1600年代のほとんどの直々ムンと三世は連合内の反乱者との内戦。 ポーランドとの同訓連合を解消しようとする、スウェーデンとの戦い、モルダビアでの戦いなど、連合内部の問題に没頭しており、ロシアに目を向ける余裕はなかった。しかし1603年、ポーランド国内に、イヴァン4世の息子で、流陸朝最後の継承者ドミトリーを称する者が、現れると、ドミトリーの1591年の死を信じて、いなかった、ロシアの人々から、 大きな反響が起こった。立ちどころに、ミハウ・ビシに怯えつきレフ・サピエ派、ヤンピオトル・サピエ派などのマグナートや、多くの実力者からの支援がニセ・ドミトリーと、その支持者に寄せられ、ボリス・ゴドゥノフだとのための資金が集まった。ポーランド・リトアニア共和国のマグナートたちは、選手・ドミトリーを支援して、ロシアへの影響力を増やすことを考えた。さらに、 ポーランドのマグナートたちとロシアの親ポーランド派ボヤーレたちは1600年にサピエ派が提案したようなポーランドリトアニアモスクワ共和国形成へ向け動き出した。またカトリック教会の支持者たちは偽ドミトリーの出現をカトリックの影響力を東へ広げる好機と見カトリック優位の強国ポーランドロシア連合が 誕生して、南のオスマン帝国に宣戦線することを期待して、イエズス会もニセドミトリーに資金と教育等を授けた。ジグムント3世は、ポーランド・リトアニア共和国を挙げての公式な支援を、ニセドミトリーに与えることはしなかったが、熱心なカトリック信者である。彼はいつでも親カトリック的な計画を支援することに、喜びを感じており、今回もニセドミトリーに、 兵士数百人分に相当する四千ズロチの資金を私的に与えた。王が偽、ドミトリーを個人的に支援したにもかかわらず、偽、ドミトリーの支援者の中には、ジグムン等に対する反対者もおり、偽、ドミトリーをポーランド王に据える活動も進めていた。1604年6月、偽ドミトリーは支援の引き換えに、 ポーランド・リトアニアに対しスモレンスク領の半分を与えると約束した。こうした計画に対し会議的なものは多く、ジグムン等の政策のほとんどに反対していた、連合国議会派マグナートのヤンザ・モイスキは、後に、ニセドミトリー一世をめぐる一連の出来事を、ブラウトゥスやテレンティウスに匹敵する喜劇と述べている。ジグムンと三世に忠誠を誓うニセ、 ドミトリー・ニコライ・ネフレフ・ボリス・ゴドゥノフは自称、ドミトリーの出現の話を聞くと、この者の正体は、グリゴリーオトレピエフというただの逃亡像だと主張した。しかしこの主張の根拠が何であったかは、今も不明である。ロシアにおけるゴドゥノフへの指示は衰えていたが、彼が偽、ドミトリーの主張を嘘だとする噂を流せば流すほど、かえって、ゴドゥノフの方の指示が減っていった。 ロシアのボヤーレたちの中には、偽、ドミトリーを支持することを口実に、ザーリ政府に対する税金を払うのをやめる者もいた。ドミトリーは、多くの支持者を引きつけ、小規模な軍を結成した。ドミトリーの資金で集めた傭兵や、連合のマグナートたちの出した紙幣からなる3500人、ほどの軍隊は1604年6月、ルーシナン部に侵入した。 ゴドゥノフの敵対勢力たち、例えば2000人ほどの南部コサックも、モスクワへ向かう軍に合流した。ニセ、ドミトリーの軍は、士気の低いロシア軍と二度衝突した。まず、ノブホロドシベルスキーで勝ったニセドミトリー軍は、チェルニーヒフ、プティブリ、セフスク、クルスクを、次々占領したが、ドブリニチでの二度目の戦闘では大敗士軍は解体の危機にさらされた。 しかし、1605年4月13日に、サーリのゴドゥノフが休止したとの知らせが入り、ニセドミトリー軍は辛くも立ち直った。ゴドゥノフの休止で、ニセドミトリー軍の進軍を阻む、大きな障害はなくなった。ロシアの兵たちは、ドミトリー側に寝返り始め、6月1日には、モスクワのボヤーレたちが、新たに、サーリとして退官していた。 ゴッドノフの息子ヒョードル二世とその母を幽閉し、後に残虐に殺した。6月20日、ニセドミトリーは、ボヤーレたちの出迎えの中、生きようようとモスクワに入場した。ニセドミトリーは、ドミトリーの母マリアナガヤと、再会したりゴッドノフに追放された人々に恩赦を与えたりした。7月21日には、自分の選んだ、新たな、モスクワ総主教の手で、 チャーリーとして体感した。新たな総主教に指名されたイグナチーは、キプロス出身で、ロシアに派遣された、ギリシャ人聖職者で、ギャザン主教だった時に、聖教会の聖職者として初めて偽、ドミトリーをチャーリーと認めた人物であった。ドミトリーによるロシアとポーランドとの同盟は、1605年11月に、クラクフで代理を立てて行われたドミトリーとマリナ。 ムニシュフブナとの結婚式で、さらに前進した。連合の王子グムンと三世は、この結婚式に品格として招かれた。しかし、この新たなツーリナはカトリックから、ロシア政教への改修を拒んだため、ロシア民衆の多くから怒りを買った。新たな皇后マリナは4000人のメシいたちと共に、モスクワの新郎のもとへ出発し、1ヶ月後に、モスクワに到着し、 1606年5月8日に、ツアーリマとして退官した。偽、ドミトリーの最後の数分間、カール・ベニーグ、偽ドミトリー一世は、逃げようとして窓から飛び出したが足を折り、反乱軍に射殺された偽ドミトリー一世の統治は、特筆すべきものもない、さえないもので、取り立てて、大きな失勢もなかったが、その地位は弱かった。ボヤーレの多くは、 自分はドミトリーよりも大きな影響を得られるはずと考え、中にはツーリの座を狙う者もいた。さらに、ポーランドの文化的影響に慎重なものも多く、宮廷にドミトリーがポーランドから連れてきた先進的な外国人の政治家やテクノクラートの力が増していくのを見て、とりわけ不安を感じた。 すべての貴族は平等だとするポーランド式の黄金の自由は小貴族には支持されたが、それまで大きな権力を持っていたボヤーレたちにとっては自らの利権に対する脅威になり得た。ドミトリーが農民に対して認めた多くの権利も多くのボヤーレの反発を買った。ドミトリーはモスクワに駐屯する数百人のポーランドリーとアニアから来た。 非正規兵に支えられていたが、この兵士たちは、実質上の違い方権の状態にあり、市内で犯罪を行っても罰せられることがまずなかった。ため、モスクワ市民の反発を買い、民衆の支持は、シュイスキーたちに傾き始めた、とロシアでは伝えられている。ボヤーレたちは、ポーランド兵やコサックラを解散させるなどして、ドミトリーから手勢を奪い、次第に、 ドミトリーを政治的に操るようになった。これに対してドミトリーは、妻マリナと共に来る、はずのポーランド兵の増援を待ちわびた。5月に、マリナと共に、多数のポーランド兵が到着したが、有力貴族、バッシーリー・シュイスキーに率いられたボヤーレたちはすでに、ドミトリーと、親ポーランド派に対する陰謀を開始し、ドミトリーが、同性愛者で、ロシアにローマカトリックと、 ポーランド文化を広めようとし、ロシアをイエズスカイとローマ教皇に売ろうとしているという噂を流していた。皇后マリナのモスクワ到着から2週間ほど経った1606年5月17日の朝、ハンドミトリーの陰謀を立てた者たちは、クレムリンに突入した。ドミトリーは窓から脱出しようとしたが落下して、足を折った。反乱者の一人が銃で、ドミトリを射殺し、 その死体は街頭に晒され、後に火葬されて、灰は砲丸に詰められ、ポーランド方向へ向けて発射されたとされる。サーリ、ニセドミトリー一世の治世はわずか10ヶ月程度しか続かなかった。バッシーリー・シュイスキーは自らサーリの座につき、500人ほどのドミトリーの兵士たちは殺されるか牢に捕らえられるか、国外退去となった。 ニセドミトリー2世しかし新しいツァーリのバシーリー、シュイスキーには人望も力もなく、その知性は安定とはほど遠かった。ニセドミトリーに対する反乱を引き、500人のポーランド人兵士を殺して、ポーランドの特使を投獄した、彼は反ポーランドの人物と見られていた。内戦状態は続き、1六百七年には全面から始まったイァンボロトニコフラノ。 農民反乱がモスクワを包囲する事態となり、さらにまたしても、ドミトリーを自称する人物が登場した。クレムリンで殺される前に身代わりを立てて逃げ延びたと、称する。彼は、ポーランドのマグナートの一部の支援を受け、さらに偽ドミトリー一世の妻だったマリナ・ムニーシェバも、彼を、本物のドミトリーであると確認した。彼女の確認により、偽ドミトリー二世は、 ニセドミトリー一世を支えた、連合の貴族たちからの支持を集めることができた。アダム・ビシニョビエツキ、ロマン・ルジニスキ、ヤンピオトル・サピエハラは、この戦勝者も支援しようと決め、資金や、兵士7500人を彼に支援した。ニセドミトリー二世軍によるロシアでの略奪、とりわけならず者の投領であるアレクサンデル・リソフスキが、率いた、傭兵集団リソフ・チツは悪名高く、 セルギエフ・パサドの街には、三つの薬病、チフス、タタール人、ポーランド人という札が掲げられることになる。1608年、アレクサンデル・クレチコフスキ、リソフチチ、ドンコサック軍数百人など、ならず者の傭兵たちは、ロシアのボヤーレであるザハリリャプノフ、イヴァン・ホバンスキー率いる、ザーリ軍を、モスクワの南 100km のザライスクで破り、ミハイロフ、 コロムナを陥落させた。リソフチツは、モスクワへ進軍したが、メドベジーブロドで、バシーリー・ブトゥーリンの軍に敗れ、それまでの略奪品のほとんどを失った。イタリ生産者製セ,セルギー大修道院を、ポーランド軍の包囲から守る戦い。 セルゲイ・ミロラドビッチ・ガヤンピョトル・サピエハト・リソフチツは、モスクワの北 100km の町セルギエフ・パサドで、守りの要であったイタリー生産者製セ,セルギー、大修道院の包囲に取りかかったが、陥落させることが、できなかった。リソフチツは一旦撤退したが、コストロマや、ソリガリチなどを落として、略奪を行った。ニセ・ドミトリーは1608年春。 モスクワ南西のカラチェフ、ブリャンスクなどの町を素早く陥落させ、ポーランド人の補強を受けながら、モスクワに向かって進み、ボルホフで、サーリの軍を破った。ボヤーレたちの広大な領地を全部没収するという、ドミトリーの公約は、多くの庶民を味方につけた。モスクワから北へ20キロメートルの村トゥシノは、ドミトリー軍の宿営地となり、兵隊や庶民、 ボヤーレたちが集まるロシアのもう一つの首都となりつつあった。彼の軍は最初は、ポーランド貴族の士兵や、傭兵7000人、コサック1万人、その他1万人のポーランドリートアニア兵で構成されていたが、攻軍するうちに規模が拡大し10万人を超えるほどの勢力になった。ニセドミトリーは、かつて、ヒョードル・ロマノフという名の貴族だった、修道僧 フィラレートを捕虜とし、トゥシノフ主教の地位へと引き上げた。さらにアロスラブリ、コストロマ、ボログダ、カシンなどの都市からの忠誠をも勝ち取った。しかし会長に、ロシアの征服を進めるニセドミトリーに転機が訪れる。ポーランドリトアニア共和国のジグムント三世が自ら、ロシア内世にへ、積極的な介入をすることを決めたのである。 ジグムント3世1609年、ポーランド国内のゼブジドフスキの乱が集結した頃、ロシアでは、サーリのバシーリー・シュイスキーがニセドミトリー2世との対抗などのため2月28日に、スウェーデンをカール9世と軍事同盟を結び、スウェーデンの派遣した傭兵部隊と、ロシア軍の連合がニセドミトリー2世と、ポーランド貴族らの軍隊に襲いかかった。スウェーデンは、 元は、ポーランドと、同訓連合であり、スウェーデンを守っていたカール9世が王となる前は、ジグムント3世が、スウェーデン王も兼ねており、ジグムント3世にとって、スウェーデン奪還は悲願だった。ジグムント3世は政務からロシアに対する、戦線布告を承認され、本格的なロシア侵攻に取りかかる。彼はこれを、ポーランド・リトアニアの領土と勢力圏を東へ、 拡張し、正教会の画像であるロシアをカトリック化させ、最終的にはロシアをスウェーデン奪還の拠点とする良い機会だと考えた。この戦争はさらに、ゼブジドフスキの反乱に参加していた反国王派の貴族たちに外敵や目的を与える口実にもなった。ジグムント三世は彼らに、東方への戦争に参加した者には、富と名誉が待っていると約束し、 彼らを、対ロシア戦争へと誘い出した。この年に出版されたパベウ・パルチフスキの著書、コレンダ・モスキエフスカは、ロシアを新世界のインディオたちの帝国と並べて、ロシアも黄金に満ちた都市が広がりしかも征服が、容易であると書いた。さらに、ロシアのボヤーレラは、ジグムント三世に対し、その息子のブアディスワフに、サーリの位を提示して戦いへの参加を約束した。 かつて、ポーランド人貴族や兵士のロシア侵攻に関わったり、ロシアの内情への介入に時間を割くことを嫌った。ジグムント3世は、1609年の段階では、ロシアへ、積極介入することに方針を変えていた。この時、ポーランド人の貴族や、兵士の多くは、ニセドミトリー2世のために戦っていたが、 ジグムント三世とその軍はドミトリーをターリにするために参戦したのではなかった。ジグムント三世は自らロシアの王になろうと欲していた。ジグムント三世の参戦によりニセドミトリー二世に従っていたポーランド人兵士の多くがトゥシノの陣営を離れ、以後ニセドミトリー軍は敗退を繰り返した。 相次ぐ大敗とヤコブデラガーディエ率いる強力なロシアスウェーデン連合軍の到来にニセドミトリー2世は妻となったマリナ・ムニーシェバと共にトゥシノから脱走しのオフに変装してコストロマへ落ち延びた。ニセドミトリーはコストロマからもう一度モスクワへ攻勢をかけて失敗したがドンコサックの支援を受けてロシア南東部の征服地の多くを取り戻した。 スタニスワフ・ジューキエフスキへ、トマンのスタニスワフ・ジューキエフスキに指揮された、ポーランド・リトアニア軍は国境を越えロシア領に入り、1609年9月29日に、ロシア西部のスモレンスクを包囲した。ジューキエフスキはもともとこの戦いに反対であったものの、王の命令に逆らえずやむなく従軍していた。スモレンスクはロシアが1514年に、 リトアニアから奪った西の重要都市であったが、ボイボドのミハイル・シェイン率いる1000人以下の兵士しか、おらず、10キエフスキー率いる12000人の軍とは戦いにならないかと思われた。しかしスモレンスクは、前のツァーリであるボリス・ゴドゥノフが出資した、大規模な城郭補強工事が1602年に、完成していたばかりだった。ポーランド軍は、スモレンスクが、 難攻不落であることをやがて知ることになる。包囲は長期に及び、砲兵が市内へ向けて砲撃し、堀の下にトンネルを掘り、土塁を築いて城郭を攻めようとした。この決着は20ヶ月も先にようやくつくことになる。ポーランド軍からのスモレンスク防衛、ボリス・チョリコフスモレンスクを包囲中のポーランド陣営では異なった戦略的、 政治的構想が渦巻きぶつかり合っていた。ゼブジドフスキの反乱の元参加者たちはなおもジグムント三世と対立しており、彼を排位して、ニセドミトリー二世を、あるいは、モスクワのツァーリのバシーリー・シュイスキーを、ポーランド王に選出しようとすらした。最初からロシア侵略に反対していた、指揮官ジューキエフスキは、戦役の展望、手法、最終目標をめぐって、 ジグムント三世と衝突を繰り返した。ジューキエフスキは、ポーランド貴族の伝統的な平和主義と多文化主義の思想を代表する人物で、ロシアのような強国に対し、攻撃的で危険な戦争を仕掛けることを、良しとしなかった。ジューキエフスキの理想は、リトアニアと連合を結んだように平和的で、自発的な連合をロシアと結ぶことであった。ジューキエフスキは、 ロシアのボヤーレたちに対して、権利や宗教的自由を提示し、同盟を呼びかけ、最終的には、ポーランド・リトアニア・モスクワ連合を形成することを、目指した。このためには、モスクワを武力で屈服させるのではなく、外交を通じて、モスクワの協力を得るべきだというのが彼の結論だった。一方、ジグムント三世は、政治的交渉や妥協を行うことを良しとせず、 特に正教会に対する情報だけは欲しなかった。ジグムントは、口の多い、ほとんど熱狂的とすら言えるほどのカトリックの擁護者で、国内でも、反宗教革命を支持していた。彼は、すべての戦いに勝って、モスクワを武力で手にできると信じ、ロシアに、自分の支配とカトリック教会の支配を確立しようと、していた。1610年1月31日、 ジグムント3世は、シュイスキーに反発しニセドミトリー2世側に立っていた、ボヤーレたちから、王子ブワディスワフをツァーリにしたいという申し出を受け取った。2月24日、ジグムントは彼らに、了解の返信を送るが、モスクワに入場するのは、平和な時でなければならないと条件をつけた。ヘトマンの銃キエフスキには、反乱を起こすか王の命令に従うかしかなかった。彼は、 スモレンスク後為戦を続けられる最低限の軍勢だけを残してコサックの援軍と共にモスクワへ向かった。しかし彼が恐れ予言したようにポーランドリトアニアの軍がロシアの地を略奪しながら東へ進むほどジグムン等に妥協の意思がないことが明らかになればなるほどポーランドやニセドミトリーニセイを支援していた者たちは親ポーランド陣営を去って シュイスキーの反ポーランドジミエに合流していった。クルシノの戦いグリゴリ・ボルイエフの率いるロシア軍は、スモレンスク救出のために精神し、ジューキエフスキー率いるポーランド軍のモスクワへの進軍を、防ぐためサリョボザイミチェの村に要塞を築いた。サリョボは6月24日から、ポーランド軍により包囲されたが、この時、ロシア軍は、 長期戦の準備をしておらず水も食料も足りなかった。ボルイエフは、シュイスキーの弟ドミトリー・シュイスキーに救援を要請した。シュイスキーの軍は、ヤコブ・デラ・ガーディエ率いるスウェーデン洋兵部隊の援軍を得て、救援に向かったが、裏道を通ろうとして、苦しの経由の回り道をした。ジューキエフスキーは、シュイスキーの援軍到来を知り、 彼らがザリョボに着く前に迎え撃つため、ボルイエフラに知られないように夜のうちにザリョボの包囲を、といた。1610年7月4日、クルシノの戦いで、銃キエフスキヒキールポーランド軍の精鋭の騎兵5000機は、数でまさる3万5000人から4万人の、ロシアスウェーデン連合軍を破り去った。ロシア軍は改装し、 ドミトリー・シュイスキーは今後ポーランドに敵対しないという意思を見せたためそれ以上の追撃を免れた。スウェーデン傭兵部隊はポーランド軍に包囲された結果、今後ロシア側に味方しないという条件で降伏し、解放され、傭兵の一部はポーランドに寝返った。ロシア軍の驚異的な大敗北は人々にショックを与え、戦争は新たな展開を見せる。 クルシノでの大敗の方が届くと、バシーリー・シュイスキーに味方する者は、ほとんどいなくなった。ジューキエフスキは、ザリョボに立てこもる、手強いロシア軍に対し、降伏して、オージブワディスワフに忠誠を誓うよう説得した。こうしてボルイエフラもジューキエフスキの軍に合流して、モスクワへと向かった。ロシアのボヤーレたちは、 ジグムント三世の勝利が間違いないこと。もし聖教会に回収すれば、ブワディスワフが次のツァーリーになるであろうことを事実として、受け入れつつあった。ヒョードル・ムスティスラフスキー率いる七人の有力ボヤールらがドゥーマを掌握し、7月19日、ナナボヤールは軍勢を率いて宮殿に迫り、シュイスキーをツァーリーの地位から引きずり下ろした。シュイスキーと家族は捕らえられ、 シュイスキーは、修道院に入れられ、修道像にされ、逃げられないように監視をつけられた。後に彼は一種の戦利品として、ワルシャワに送られ、1612年に、ゴスティンで没した。連合の進撃は成功ばかりではなかった。ヘトマンのヤンカロールホドキエビチ率いる2000人の部隊の攻撃は、給料の支払いのない兵士が反乱を起こし、ホドキエビチに、 ロシア中央部を退却して、スモレンスクに戻るよう強いたため失敗に終わった。王子ブアディスワフが、動きの遅い援軍と共に到着すると戦争は、異なった様相を帯びてきた。同じ頃、1610年、傭兵集団リソフチツィは、北西のマチプスコフを陥落させ略奪し、スウェーデン軍と衝突していた。ワルシャーの政務におけるザーリシュイスキ、ヤンマテイコが、 ワルシャワのポーランド国会において、ジグムンと三世らの前で屈従するシュイスキー・シュイスキーの背後、ジューキエフスキと、ニセドミトリー・ニセイは、別々に軍を率い、モスクワに到着した。この時、二つの軍に同時に、包囲されてしまったモスクワでは、緊張が張り詰め、小ゼリアイが起こり、親ポーランド派、反ポーランド派、スウェーデン派や、 国内派の様々なボヤーレたちが事態を収集しようと競っていた。ロシア人の兵士たちも庶民も、ジューキエフスキと、ニセドミトリー2世の両軍が、侵略軍であり、縄文を閉ざして牢上すべきなのか、解放軍であり、味方として迎えに出るべきなのか、わからなかった。やがて親ポーランド派が、主導権を握り、1610年10月8日、 ポーランド軍がモスクワに入場した。ボヤーレたちは城門を開けて、ポーランド軍を迎え、ジューキエフスキに無政府状態からロシアを救ってほしいと頼んだ。モスクワのクレムリンには、アレクサンデル・コルビン・ゴシェフスキ率いるポーランド兵が、駐屯した。これに先立つ7月27日、ボヤーレたちとジューキエフスキの間で、ジグムンと3世の息子、ブワディスワフを、 新しいツァーリに認めることと引き換えに、ロシアのボヤーレたちに、ポーランドのシュラフタ同様の広い特権を持てることを約束するという条約が交わされていた。しかし、ジューキエフスキは、スモレンスクに泊まっている、ジグムンと三世が全く異なった考えを持っていることを知らなかった。ジューキエフスキと、ニセドミトリー二世は、当初の気の進まない同盟関係から、 次第に距離が離れていった。ニセドミトリー2世は、ポーランド宮廷における影響力を喪失し、ジューキエフスキは、最終的にドミトリーをモスクワから追い出す工作をした。またジューキエフスキは、ポーランド人を、特に15歳のブアディスワフを次のツアーリに選ぶ、洋角方面に工作を始めた。以前、大動乱の初期に、リベラルなポーランドリトアニアから、 ブワディスワフ王子をツァーリに招いて、当時のツァーリの戦王を終わらせようとボヤーレたちが動いたことがあった。ジューキエフスキの工作で、ボヤーレたちのうちの親ポーランドハラが主導権を握り、ボヤーレの多数派が、もし、ブワディスワフが正教会に改修し、ポーランド・リトアニア共和国が戦争で占領した、ロシアの都市を返還するならば彼が、ツァーリになることを支援した。 より経験なカトリック信者のシュラフタたちに囲まれていたジグムント3世は王子の回収には断固反対した。この一件からポーランド・リトアニア・モスクワ連合国家の計画は破綻し始める。ジグムント3世の反対に気分を害され怒ったボヤーデラはブアディスワフ支持から手を引き大貴族ゴリツイン家のバシーリーゴリツインを押す者。 ロマノフ家のミハイル・ロマノフを押す者、あるいはニセ・ドミトリーニセ世を押す者などへと分かれ始めた。ジューキエフスキはこれに対して、素早く動き、まだモスクワに現れていない、ジグムン等の同意を得ることなく、ボヤーレたちと約束を交わし、ブワディスワフをチャーリに選出させることに成功した。この選挙の後、ニセ・ドミトリーニセ世は、モスクワ近郊のトゥシノの陣営から、 本拠のカルーガへ逃げた。しかし、ここでも彼の地位は不安定になっていた。1610年12月11日、半分酔っていたニセドミトリー二世は彼を支持するボヤーレたちの中にいた。かつて彼が無打ったことのあるカシモフハンの王子、ピョートル・ルソフによって射殺された。妻マリナ・ムニーシェバは逃げ延びたが、この時彼女は、 ニセドミトリー2世との間にできた、四つイヴァンドミトリエヴィチをはらんでいた。彼女はこの後もしばらく、1614年の島で、ロシア内戦の重要な要素となる。ポーランド兵に祝福を与えるのを拒むモスクは、総主教、エルモゲンサーリとなったブワディスワーフは、思わぬ、反対勢力に直面していた。それは、自身の父ジグムンと賛成であった。 ジューキエフスキがジグムント3世との会見のため1610年11月にスモレンスクに戻った際、ジグムント3世は考えを変えており、自分がザーリになると言い出した。ロシアの多数派はジグムント3世に、特に彼がロシアのカトリック化の考えを隠さないことに反発していた。ジューキエフスキは困った立場に置かれた。ポーランド人が ロシアのツアーリの地位を得る目的のために、彼は、ボヤーレたちとブアディスワフをツアーリにすることで、約束しており、ロシア全土で不人気のジグムント3世の即位には、ボヤーレたちは、反対するだろうとわかっていた。ジューキエフスキはこのことを、ジグムント3世に説明しなければならなかったが、当のジグムント3世は、ロシア西部の征服の過程で、 自身のロシアでの人気ぶりを確信していた。ジューキエフスキは、最後にはジグムントに失望して、ポーランドへ帰ってしまった。ジグムント三世はようやく妥協し、息子をザーリにすることを認め、彼が成人するまで摂政として自分がロシアを支配すると決めた。彼は、ボヤーレたちに、ブアディスワフ王子に服従し忠誠を誓った者は、同時に自分にも、 中誠を誓わねばならないと求めた。ボヤーレたちは一層反発し、ポーランドへの支持はますます薄れた。ブワディスワフは、ロシアの実権を握ることはついにできず、ポーランドとロシアの戦争が再発した。緊張の高まりの中、ジグムント三世とブワディスワフは安全のためモスクワを離れ、親ポーランド派ボヤーレたちが次々立場を変えていくことで、 クレムリンに残った少人数のポーランド軍部隊はたちまち孤立し高まる敵意の対象となった。この時期、ロシア正教会はロシア人に対しポーランドへの抵抗を呼びかける大役を果たした。モスクワ総主教、エルモゲンは1610年末、ロシア各地へ反ポーランドの決起と正教の主語を訴える会場を送った。エルモゲンに応えて、 リャザンのプロコピーリャプノフラが結成した反ポーランドのロシア人たちによる軍隊はモスクワへ向かって進み、ヤンピオトルサピエシキカのモスクワ市外のポーランド軍と衝突した。同じ頃、ブワディスワフがロシアのツァーリを名乗り、スモレンスク周囲の都市や要塞がすべてポーランドに忠誠を誓った後もスモレンスク包囲戦はまだ続いていた。ジグムント3世は、 スモレンスクに対し、自分に忠誠を誓うだけでなく、ポーランド軍に門を開けることを望んだが、ロシア軍は拒んだ。1610年12月、包囲戦に入ってから、最大のトンネル掘削の作戦が行われた。しかしこの作戦で、ポーランド軍は外閣の多くを破壊できたものの、内閣は無傷のままだった。ある時は、ポーランドの砲撃が、 城壁の一角を崩し、ブラツワフのボイボドは、ポーランド兵に、裂け目からの突撃を命じた。しかし守るロシア側は、崩れそうな部分を予測しており、その部分に兵を増強していた。両軍は、殺し合いになり、ポーランド軍は、退却を強いられた。1611年のモスクワでの、ポーランド軍中トンに対する放棄は、 ポーランド・リトアニア共和国の介入に対するロシアの寛容の終わりを示すものだった。モスクワの市民は1606年にもニセドミトリー一世の部下のポーランド兵と戦ったが、ポーランド軍の支配が続く中で再度立ち上がる時が来た。モスクワ市民は弾薬庫を占領したが、ポーランド部隊は第一波の攻撃を撃退した。この戦いで、 火の手が上がりモスクワの一部は炎上した。同年7月、連合の置かれた状況はより悪化し、モスクワ市内の放棄は、ポーランド兵が立てこもるクレムリンの後遺戦へと移った。伝えられるところでは、モスクワ市民の攻撃に対し、ポーランド軍は当時ロシアで最も権威のある人物であった、モスクワ総主教のエルモゲンに、民衆に攻撃をやめるよう求める声明に、 署名するよう求めた。エルモゲンは拒み、投獄されたまま、翌1612年に、上で没した。一方1611年6月2日、2回の厳しい冬を超えた20ヶ月に及ぶ、包囲の末、スモレンスクではついに、ポーランド軍による最後の攻撃が始まった。市民の間には、飢えと病が蔓延し、ロシア兵は、食料不足で、 ついに限界に達し、ポーランドリトアニア軍は門を突破した。ポーランド軍は、ロシア軍の脱走兵、アンドレー・デディッシンに案内されて、城壁の真下を通る下水口の存在を教えられ、城郭の決定的な弱点をついにつかんだ。6月13日、下水口に爆弾が入れられた。爆発で上にあった城壁は大きく崩壊し、同日スモレンスクは陥落した。 残ったロシア兵は生信庄終身大聖堂へ逃げ、敵の手にかかって、死ぬより、自ら死ぬことを選び、火薬を大爆発させ、大聖堂と運命を共にした。ロシアにとって、スモレンスク陥落は悲劇であったが、20ヶ月の包囲を戦い抜いた、指揮官、ミハイル・シェインは後に、ロシアの英雄となった。シェインは、捕虜となり、9年間ポーランドで投獄される。 義勇軍を呼びかけるクジマミーニン義勇軍の指揮をする、要人々から頼まれる、ポジャルスキー公ロシア人による、第一次義勇軍は、貴族とコサックの対立で1611年7月に、自戒し、ポーランドによる、スモレンスク陥落とスウェーデンによる、ノブゴロド陥落でロシアは窮地に立たされたが、正教会に鼓舞された、義勇軍の動きは別の場所でも起こっていた。 1611年の秋、ロシア東部の商業都市ニジニノブゴロドで市民から尊敬されていた肉商人のクジマ・ミーニンは義勇軍を提唱した。商人ギルドの人々は賛同して反ポーランド民衆軍を組織する資金を拠出した。その使い道を監督するミーニンはドミートリー・ポジャルスキー公爵に軍を率いるよう依頼し、ポジャルスキーは了解した。 1612年1月、ポーランド軍の一部は、給料不払いを理由に反乱を起こし、ロシアからポーランドへと撤退した。弱体化したポーランド軍を尻避けて進撃する、第二次義勇軍は、各地の反ポーランド勢力を集めてついにモスクワへ、達した。9月1日、ヤンカロル・ホトキエビチ率いる正教なポーランド軍9000人は、クレムリンの包囲を解こうとして、 応援に駆けつけ、クレムリンに突入しようとするロシア軍と衝突した。ポーランド軍は明けた野原で騎兵による突撃を行い、彼らにとっても新しい戦術であるタボールを護衛しながら市街地を進むという作戦を取った。最初は成功したもののコサックの援軍により、最終的にはほどきえびちもモスクワから退却せざるを得なかった。 ポジャルスキー公爵率いる義勇軍のさらなる増援により、クレムリンうちのポーランド兵は、兵糧を攻めに遭い、1612年11月1日に19ヶ月の後遺戦の後に、ついに降伏した。11月7日、生き残ったポーランド兵は、モスクワを退却した。連合とロシア側の交渉では、安全な退路を約束していたものの、 退却するポーランド兵の半分がロシア兵に殺された。こうしてモスクワはロシアの手に取り戻された。スモレンスク間落後、1612年から1617年の間、ロシアポーランド間の国境はしばらく静かだったが、公式な休戦協定はまだなかった。シュラフタたちが構成する政務は、ジグムンと三世がモスクワを守りきれなかったことを責めた。 彼らは、軍事費の負担が自分たちの上にのしかかるために王に、税を払うのに抵抗感を持ってきたが、抵抗はさらに強まり、ジグムント三世は、わずかな軍事費しか集められなくなった。ポーランド正規軍はこれに対して、反乱を起こしたり、貴族などに認められていた、抵抗権を行使し、コンフェデラツヤと呼ばれるものを召集して団結しように、対抗した。 この時に軍人たちが結成したコンフェデラツヤ・ローワクセフスカはポーランド・リトアニア共和国史上でも最も大きくかつ最も堕落したコンフェデラツヤで1612年から自国領内を略奪して回り1614年5月17日のロハティンの戦いで最も反抗的な一派が敗北を喫するまで暴れ回ったコンフェデラツヤの残ったメンバーたちは 国から給料を受け取り抵抗を収め、主導者だったヤン・カルバツキは、スタニスワフ・コニエツ・ポルスキに捕らえられ鎖で繋がれて、コニエツ・ポルスキの死であったジューキエフスキの元に送られ、リビューで処刑された。さらに、ジグムント3世は、オスマン帝国からも、ポーランド領ウクライナのウクライナコサックが、オスマン領への侵入を行ったとして抗議された。これにより、ポーランド・リトアニア共和国が、 対ロシア戦で、オスマン帝国からの支援を受ける望みも失われた。陰性先のコストロマのイパティエフ修道院で、ツァーリ就任を渋るミハイル・ロマノフと母、マルファに対しツァーリ就任を嘆願する人々、ロシアも、大動乱が収まったとは言い難い状態が続き、ポーランド・リトアニア共和国の弱い時期につけ込んだ、攻撃をする力はなかった。 1613年2月21日、貴族、聖職者、庶民が構成する、身分制議会ゼムスキー、ソボルは、17歳になったミハイル・ロマノフを新たな、ツァーリに選出した。その父で、かつて有力なボヤーレであり、大動乱の最中にも、権力争いに参加したヒョードルは1619年、ゲルモ原始後に空位となっていた、モスクワ総主教に就任した。 ロマノフ家は有力なボヤーレであり、イヴァン四世の妻アナスタシアロマノブナは、ミハイルの祖母の姉妹だった。こうした有力な背景はあったが、新ツァーリのミハイルには、反対勢力も多かった。マリーナ・ムニシュフブナはなおも息子、イヴァンを、ツァーリの地位につけようと動き、南東部のコサックの支持を得るために動いていた。有力なボヤレは、権力争いに奔走し、 ミハイルを、ツァーリの地位から引き下ろそうと格索した。北西部のノブゴロドを占領するスウェーデンも、武力介入を続けており、ノブゴロドで、ツァーリに選出されたカール・フィリップ公を、名目だけでなく、実質的なツァーリにしようと動いたが、ポーランド王子ブアディスワフほどの支持も得られず、1617年に、ストレボバの麻薬を結び、 ノブゴロドを放棄する代わりにイングリアなどを割上させて大動乱から手を引いた。両国とも内乱が続く間、小さな武装勢力も盛んに活動していた。ポーランドの傭兵集団リソフチツは1612年時点ではスモレンスクの守備を行い、正規軍が連盟を組んで反乱を行っていた間は、ロシアの侵入からポーランドを守っていた。しかし1615年、 指導者のアレクサンデル・リソフスキはならず者たちを集めて6つの部隊を編成し、ロシアに侵入した。彼は、ブリアンスクを行為し、ユーリ・シャホフスコイ降の率いる救援軍をカラチェフ付近で破った。彼は、ドミトリポジャルスキー率いる大軍の前衛を何度も破ったが、ポジャルスキーは攻撃の代わりに防御に移り、陣を固めた。リソフスキーは、ベリョフ。 リフビンを焼き、ペレミシリを落とし、北へ転じて、ルジェフで、ロシア軍を破り、さらに北のカシニへ進んで、トルジョークを焼き、ロシア軍による攻撃を受けないまま大量の略奪品を持って、ポーランドに帰った。リソフスキと、彼の軍は1616 16年秋まで、ロシア国境に残っていた。リソフスキは、同年10月11日に突然病没したが、 彼の軍、リソフチツはなおもロシアにとって脅威であった。1616 16年には、クルスクを奪い、ロシア軍をボルホフで破っている。ポーランド軍のスモーレンスク救援ユリウス古作ポーランドリトアニア共和国の政務は、最終的には大規模な軍事作戦のための、資金調達に、賛成の票を投じた。ジグムント賛成とブアディスワフは、 ロシアのツァーリの位を得るために1617年4月6日、最後の戦いを起こした。ブワディスワフは、名目上の指揮官であり、全軍の指揮は、平地ンのほどきえびチが行っていた。10月、ドロゴブージとブヤ島の町は陥落し、ブワディスワフをツァーリと認めた。しかし、ブヤ島からモジャイスクの間で攻勢をかける、ロシア軍に大敗を喫し、 反撃して勝利し、モスクワへ進むというほどきえびちの計画は失敗した。ブワディスワフには、モスクワへ進む十分な軍がなく、さらに以前は、ロシア人にあった、ポーランド人を支援する心情が今回は、完全に失われていた。ブワディスワフの侵入に対し、スモレンスク市民は町を占領している。ポーランド軍に対する反乱を起こし、ポーランド軍は、 なんとか退路を確保しようと戦った。ロシア軍は、スモレンスク奪還のために包囲を行ったが、しかし、傭兵集団リソフチチがこの地に出現したという、知らせを受けた後に撤退し、ポーランド軍は救われた。1618年、ブワディスワーフは、ウクライナコサックのペトロー・コナシェービチ・サハイダーチュヌイの、軍勢の助けを借り、サハイダーチュヌイ軍は、プティーウリ、 ルイ・リスク、クルスク、リーブヌイ、エレツなどを落として1618年9月20日に、モスクワ付近でブワディスワフの軍勢と合流し、9月末には、モスクワを包囲した。しかし、ブワディスワフの傭兵軍が、給料の支払いを要求して、攻撃に反対したためモスクワへの総攻撃は、行われることがなく、結局モスクワ包囲戦は失敗した。 この後休戦のための交渉が始まり、出売りので1618年に講和条約が結ばれるに至った。ロシア・ポーランド戦争終結時の各国領土。リトアニアは赤、ポーランドが黄色、その属国が斜線、獲得した領土がピンク。ロシアは緑、スウェーデンは薄緑結局、ジグムント三世は自らツァーリになることも、 息子ブワディスワフの得たツアーリの地位を全うさせることもできなかったが、ポーランド・リトアニア共和国の領土を東へ拡張することはできた。交渉の結果、1618年12月11日、デウリノで休戦条約が結ばれ両国間の戦争は終結し、ポーランドの占領地の内チェルニゴフ、ノブゴロド・セーベルスキー、スモレンスクを含む一部をポーランド領とし、 14年半の休戦を宣言した。ジグムント三世はすでにツァーリの主張を放棄していたが、ブアディスワフはツァーリであることを放棄しようとしなかった。ポーランドは領土を得たものの、消耗した人命と資金と比べれば、代価の高すぎる勝利であった。1632年にデウリノの休戦の効力が切れると、両国の敵意は再び高まり、 スモレンスクをめぐる戦争が勃発した。この時は、ジグムンと三世が没した後で、連合の結束は、弱いと見たロシアから戦争を仕掛けた。しかしミハイル・シェイン率いるロシア軍は、スモレンスクを包囲したものの奪うことはできず撤退を強いられ、1634年に、ポリアノフカ条約を受け入れた。ロシアは2万ルーブルを連合に支払わざるを得なかった、ものの、 ポーランド王に即位していたブワディスワフは、自分が全ロシアのツァーリであるとの主張を放棄し、ミハイル・ロマノフを、ロシアのツァーリとして認め、王権の象徴となるレガリアを返却した。モスクワの赤の広場の聖、ワシリリ大聖堂前に立つミーニーとポジャルスキーの、記念日ロシアとポーランドの戦争、及びニセドミトリーたちの出現についての歴史は、 ポーランドとロシアの将来の統治者たちや政治家たちにとって有効に使用された。この戦争を都合よく愛曲した歴史物語はロシアでもポーランドでも人気を博した。ポーランドではこの戦役はポーランド黄金時代の絶頂期として記憶され、ナポレオンもヒトラーも攻めあぐねたモスクワを占領し、統治した時をその頂点とみなす。 ロシアの新たな王朝となったロマノフ家は、勝者の各歴史が政治の強力な道具となることをよく理解しており、ロシア人がニセドミトリーたちを作り出す上で果たした役割、ポーランドやスウェーデンと保身のために結んだ協力関係、スタニスワフ・ジューキエフスキが主犯として率いるポーランド議会が提唱しモスクワの ボヤーレたちの大半も賛同していたリベラルな3、カ国連合イコール、ポーランド・リトアニア・モスクワ連合に抵抗したことなどは、慎重に伏せられた。後世のロシアの歴史家は、ロシア政教の文化を破壊するため野蛮な侵略を、行ったポーランドとイエズス会の同盟に対し、この時代のロシア人たちがロシアを守るため英雄的に、立ち上がったのだという文脈を用いて称賛した。 アレクサンドル・プーシキンの儀曲、ボリス・ゴドゥノフ、モデストム・ソルグスキーの歌劇、ボリス・ゴドゥノフなどはこの歴史観に沿っている。一方、ロシア帝国の属国となっていた19世紀のポーランド・リッケン王国では、ヤンマテイコら多くの画家が、ポーランドがロシアと対等に戦い、しかも圧倒していた時代を描くべく、この戦争を舞台にした歴史画を数多く描いた。 ロシア革命後の共産主義者政府でも、この戦争は、プロパガンダとして使われ、特に、ポーランドが革命に干渉した、ポーランドソビエト戦争の際には大々的に使用された。戦艦機ポーランドの政治家ユーゼフ・ピウス付きも、この戦争を開かれた自由主義国家ポーランドと、暗具な先制主義国家ロシアの戦いとして、新生ポーランドにおける宣伝に用いた。 ソビエト連邦の崩壊後のロシアでは2005年秋の唯一の祝日だったロシア革命記念日を廃止しロシア革命後に廃止されていたポーランド侵略軍からのモスクワ解放の記念日を国民統一の日の名称で復活させている。これはモスクワ解放と大動乱の集結侵略軍の撃退に至る国民の放棄を記念したものでありツァーリがおらず 総主教も権力を持たない現在のロシアを統合し守護するための手段となっている。2007年にはロシアで歴史ファンタジー大作映画1612が公開されロシア人の愛国心に訴えた。これは中世ロシアの古い秩序に代わって近代から現代に続くロシア国家秩序とその思想がこの戦争により誕生したことを示している。 ありがとうございます。